民主党らしさの、まあ、ある意味一番典型的なですね、事例ではないかというふうに思います。民主党らしさの典型例、それは政権交代後から進められている新しい公共です。10月16日、野田総理はその取り組みをさらに推し進めるための会議に出席。現状と今後の推進に向けた方向性などを議論しました。税制の拡充であるとか、あるいは、NPO 法人の認定手続きの簡素化など、政権交代があったればこそ前進をしたというようなものもあるだろうというふうに思います。本案は多数をもって可決されました。昨年6月、新しい公共の担い手となる団体の活動を後押しするための寄付税制を改正する法案が成立。これにより認定 NPO 法人などに寄付をすると、その金額の半分弱が所得税や住民税から減額されるようになりました。つまり事実上支払った寄付金のおよそ半額を国や地方自治体が代わりに持ってくれるようなもの。政権交代後の3年間でその対象となる認定 NPO の数はおよそ 2.5 倍にまで増加。きめ細やかで行き届いた公共サービスの提供を目指す新しい公共の担い手は今も増え続けています。とりわけですね、顕著だったのは東日本大震災の発災をした後に多くの NPO が現地に入りまして、被災者の心に寄り添うような地道で、そして息の長い支援活動を今も続けていらっしゃるということは、これは高く評価をされるべきだろうというふうに思います。まさに新しい公共という考え方の本領が今発揮されつつあるというふうに思います。我が国の寄付文化はまだまだ始まったばかり。寄付文化の根付いた他国と比較してみると、日本の個人寄付の総額がおよそ1850億円なのに対し、アメリカは18兆5000億円を優に超え、そしてイギリスではおよそ1兆5000億円。日本で寄付文化は育たないという、この絶望には陥ってはいけない。新しい公共に関する市民の理解を高め、認知を得ていく上で、我々行政が担っていく役割もいろいろとこれからまだあるだろうと思いますし、むしろ大きいだろうと思います。各州においては有識者の皆様のご意見も参考にして、さらなる支援策に知恵を絞ってほしいと改めて思います。